せーの、新年明けましておめでとうございます。よいしょ。あら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 、明けましたね。今年もね、明け松さん。あ、明け松です。清香です。明けましたね。明けましたね。はい、このラジオ番組無事に年越せたと。よかった。置いてかれるんじゃないかと思ってたから。いや、今年もよろしくお願いします。お願いします。水素と言います。本当にね、うん、去年は本当になんかリスナーの皆さんに支えられた1年でしたけど。本当ですよ。まあ、そもそもラジオが始まったのが去年でね。そっか。でも去年4月ぐらいですか。そうです、始まったのは。じゃあ8ヶ月ぐらいだったのか。そうですね。いや、本当にね、8ヶ月間聞いてくださった皆様、君たちともなんかもうちょっとずつ仲良くなれてきたような気がするよ、おじさんたちは、ね、今までありがとうございました2022年ですが、はい、実は一周空いてるんですよね、この番組。そうなんですよ、これがちょっと変な感じですよね。12月22日に去年最後だったのかな、うん、で一周空いて今週なんですけど、うん、そうです。なんだろう、年末年始っていろんなことあるじゃないですか。そうですね。だからね、1ヶ月ぐらい空いたような気がするんですよ。いや、本当にそうなんか1週間しか空いてない感じはしないですよね。ね、めちゃくちゃ間が空いた気がするよ。あ、イグムラディも今年もよろしくお願いします。明けまして、はい、今年もよろしくお願いします。おめでとうございます。去年のね、うん、ラジオ番組が、ラジオの出演が最後だったのが12月22日なんですけど、はい、そのすぐ後の26日に、はい、水素クリスマスディナーショーというのがあったんですね。それもなんかすごい前な気がしますねおかげさまで。いや、本当に、たくさんの方にご来場いただきまして、はい、なんとか大成功と言っていいんではないかなと思っております、はい、皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。あれらしいですよ、あの用意した席、はい、満席だったらしいですよ今回。らしいですよって、だって俺いたもんだこれはね、僕の個人的な気持ちなんですけど、はい、やっぱ自分の主催のイベントが満席になるっていうのが夢だったので。あんまないですよね。いや、本当に2021年の最後にね、素晴らしい宝物をもらいましたよ。本当にね、ツイッターとか見ていただければ、はい、あのライブの最後に撮った集合写真が見れるんですよ、はいはいはい、あれぜひご覧ください。いい写真ですよ。いい写真ですよ、あれは。いい写真、あれ一発撮りですからね。一発撮りあの、ノータブランカさんっていうね、会場でやらせてもらったんですけど、はい、まあ皆さん親切でね、綺麗で ね、そうそうそう、スタッフさんもなんかユーモラスでよかったし。そうです ね、 ね、あと会場の雰囲気がさ、あれものすごい綺麗でしたね。あれびっくりした人多いんじゃないですか。いや、本当に、うん、正直、はい、正味舐めてた人っていると思うんですよ、はい、言うてね、みたいな。いや、ディナーショーで、はい、ホテルとか式場じゃなくて、なんか知らんとこでやるのって、はい、なんか予算削減なんじゃないのみたいなこと思った人もいると思うんですけど、はい、あれが僕らのど真ん中ストレートですから。本当ね、めちゃくちゃ良かったよ会場。あそこは俺奇跡的なホールだと思うけどな。本当によく見つけてよ。なんか白クリーム色を基調として、うん、なんかその丸と直線でできた、うん、ね、ちょっと温かい、グランドピアノとかね。そうそう、グランドピアノ、あれしかもガチのグランドピアノですよ、あれ。マジのやつ、うん。であとクリスマスツリーなんかも置いてあって ね、26日だったからね。いや、もうね、いや、素敵な夜でしたよ本当にね。僕なんてさ、しばらくバンドとかやってなかったから。いや、そうですね、秋山さんは音楽からずっと離れてましたからね、なんかライブをなんかああいう場所で割と長尺でとか、うん、長尺でしたね、うん、めっちゃ久しぶりよ。2時間やりましたからねあれ、そう、2時間やってたんですよ、ね、あれさ、僕らってまだ2時間歌えるんだっていう感動ありましたよね。僕なんならあれです、多分昔は歌えなかったと思います。うん、確かに体力ついたんですよ、だからね。そうですね、無意識に喉もなんとか潰さずに。いや、無事ねできましたけど。なんとね、皆さんに朗報なんですけど、あの時の映像はね、はいはい、あの世界に上がることはないそうです。あ、そうなんですか。ない、今のところは、うん、いや別にあげなくてもいいと思いますけど今のところあれを見る術はないんですけど、ぜひ心の中にね。いや、いいと思いますよ別に、はい、ちょっとね、ということでね、皆さんね、はい、本当に改めまして、はい、昨年はいろいろと本当こんなに皆さんにお世話してもらったことはないんじゃないかというぐらいたくさんお世話していただきまして、本当ありがとうございます。ありがとうございました。今年はね、はい、そう、今日は今年の話だから。そりゃそうよ今日はね、なんでずっと振り返ってるんだってね。もうじゃあこっから先は2022年の話をしましょうよ、うん、そうです ね、今日はもうずっと2022年の話、まあ、あと振り返りなんかもちょろっとね、うん、できたらいいかなと思っておりますんで、新年一発目の水素のイブニングスマイルですが、はい、皆さんどうぞ最後まで楽しんでいただけたらなと思っております。はい、はい、では一曲聴いていただきましょうか。うむ、今年の私はですね、さだまさしさんの特番で始まりました、その1曲目だった曲ですね、ヒイラギの花を聴きください。
水素のイブニングスマイルではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。本日のお便りテーマはハッピーニューイヤー2022年の抱負ということで、まあ今年最初のラジオテーマはこうでしょうと、まあ、皆さんね、これしかないです。これ以外にやることはない目玉焼きショースです、今年の抱負が今僕は決まりましたので、はい、大体わかりました、はい、ということで皆様の、今年の抱負教えてください。ファックス番号は 0223-22-6316、 ファックス番号は 0223-22-6316、 メールアドレスは smile@fm779.com、 メールアドレスは smile@fm779.com、ツイッターへのお便り投稿はハッシュタグ水素のイブニングスマイルをつけてお便りどしどしお送りください。水素のイブニングスマイル、そんなことより聞いてってよ。2022年が始まりまして、まあ三が日は終わりまして、本日1月5日なんでございますが、はい、この番組は本日が初、まあ2022年初オンエアということなんでございますね。そうですね、どうでしたか皆さん、なんか年末年始ね、あのなんか最近またコロナウイルスがなんかぐちゃ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 うるさくなってきていますけど、そうですね、なんか嫌ですねそんな始まり方するんですか今年は。触れないわけにはいかないじゃないですかいや最初じゃなくてもまあ事実としてね、気をつけてくださいね。ああいうのっていうのは寒くなるとなんか去年も1月すごかったですからね、だから今天気予報聞いてましたけどなんかえらい寒いみたいなんで氷点下とか言ってましたね今ね。まあくれぐれも皆さん感染対策はね万全に新年を迎えていただければと思いますが、ほいさ、年始、うん、1月1日から、まあ5日ぐらい経ってるわけですけど、はいはい、年始いかがでしたか、なんか楽しいことありましたか月岡さん。あったよ年始え、ま、何も笑うとこじゃないんですけどまだ何いや、あったよ年始すいません、親と電話する時のテンションで今喋っちゃった僕はですね、すき焼きを作って食べました年始。なんかさ、うん、すき焼き、あれいつもすき焼き作ってないですか。え、そんなこと全然ない。そんなことない。誰と勘違いしてんの。角煮だ。角煮も別に作ってない。なんか角煮をなんかいつも作ってインスタに上げてるイメージ。違う、一回も上げたことないえ、夢見てんのか。あげますなんか怖い怖い。なんかに上げてなかったでしたっけ。まあ一回去年の冬に角煮作ってなんかアップしたことあるけど、俺なんかあれまた角煮作ってるのかなと思った記憶がある。怖い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 なんだこのラジオ一回しかないっす。角煮あげたことは、あとすき焼きを家で作ったのは多分初ですねこれが怖い怖い怖い、ゾッとしてきたな。だからすき焼きを元旦にね作って食べたんですよ。うちの近所のスーパーにいつも通り買い物に行ったら、その元旦休みで空いてなくて、あ仕方ないと思って10分ぐらい歩いて行ける別のスーパー行ったの。そしたら夕方だったからもう肉がさ4割引きとかになってて、もうちょっと高級な黒毛和牛とかも正月だから4割引きでし買っちゃおうっつって買って、初めてねいい肉を買ってすき焼きをしたんですけど、これすごかった今まで家で食った飯で一番うまかった。一言も喋れなかったもんね、その食ってる間機嫌悪いみたいな食い方してずっと静かに。でもいいですね、正月からすき焼きっていうのはもう絵に描いたような正月ですね。格付けチェック見ながらすき焼き食いましたよ僕は。よしきはもっとうまそうなもん食ってたけどああそうですか。はい、秋松さんは。僕はねやっぱあれですかね、呪術廻戦見たことですかね。元旦に？元旦から見出した。元旦に、うん、見出したってどういうことですか。いやあのね、うん、あの僕知り合いから勧められてたの、うん、面白いよって言って、うん、見た方がいいよって言われてて、でもう俺元旦やることなくて、あどうしようと思ってネットフリックス開いたら呪術廻戦出てきたから見出したんですよ、はいはい、うん、もうそっから俺昨日の夜中までずっと呪術廻戦アニメですか。アニメも見たし映画も見に行ったし。あ映画見に行ったんだ。映画も見に行ったんですよめちゃめちゃハマってるじゃないですか。すごい楽しい。へえ。すごい。僕見てないんですけど、どういう
ストーリーというか、どういう話なんですか。うん、まあ簡単に言うと呪いを払う呪術師っていうのはね、うん、呪いを払っていく話なんですけど、うん、まあいいんですよ、キャラがね、個性豊かでね。バトルものですか。バトルものである時もあるし、はい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 、ちょっと人間ドラマみたいなのがある時もあるんですけど。ああ、いいな。もう映画もう感動して感動して俺。いいじゃん、感受性豊かな。いつ見たんだったかな、あれね、一昨日見たんですよ僕。あ、え、じゃあ割ともうほんと短時間でガーって見たんだ。一昨日見たんだけど、俺今日また見よっかなと思って。この後ね。この後、この後。いってらっしゃい。あの、分かるよ、その短時間でガーってハマって映画まで行っちゃうコンテンツってもう大好きだから、何度も見たい。その気持ちは分かるわ。もう楽しい、楽しい。めっちゃ分かる。コンテンツって僕の持論なんですけど、短時間でハマった方が楽しいんですよ。その期間をそれで完全に彩れるので、もう僕の元旦は呪術廻戦一色でしたみたいなのが気持ちいいじゃないですか。やっぱり本当にでもそうなってますよ僕は今。よかったじゃん、そりゃ。もう楽しい、だから呪術廻戦でした僕はっていう話なんですが。呪術廻戦とすき焼きのコンビということ で、 そうですね、今年もよろしく。はい、はい、リスナーさんからもお便りいただいてまして、はいはい、じゃあ私が読みましょうか。そしたらお願いします。水産の明松さん、月岡さん、愛ちゃんって書いてますけど、本日イグムラ D の日でございますので、リスナーさんこんばんにゃ、お久しぶりです。相模原のポテコンです。あらら、お久しぶりでございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。皆々様明けましておめでとうございます。年末はご挨拶できませんでしたね。あ、そうですね、お久しぶりですけどね。今年も水素さんが飛躍の年でありますように。ありがとうございます。ありがとうございます。新曲を D ヒッツから購入、うん、D ヒッツっていうのはあの配信サイトの D ヒッツですかね。楽しみに待ってますので頑張ってください。ありがとうございます。今日は息子夫婦と美味しい夕飯をテイクアウトで楽しみます。お、はい、いいですね。新曲買ってくれてありがとうございますですね。確かに、っていうかあれじゃん、水素ラボの話してないですね今日。してない、ね、あれっていうか、あれ出てからまだラジオ初めて。いや、そんなことは、あのね、出た日にラジオが去年の最後だったんですよ。水素ラボっていうね、アルバム出てんですよね。おかげさまで、うん、あの白と黒のまだら模様のジャケットですけど、あの配信サイトで聴けますからね、はい、あれでもなんか周りの友人たちの評判では割と好評らしいです。あ、そうですか、うん、なんか割と僕ら的にはさ、今までの水素のイメージを覆す、まあ、結構そのオルタナティブなロックなチャレンジをしたじゃないですか、はい、それがね意外と受け入れてもらえてるらしいですよ。へ、遊びっていう曲とか、あんな攻めて大丈夫かなって思ったけど全然平気だったらしい。まあ元から振り幅は割とありますからね。まあね、振り幅の方向性がまあ別の方に行っただけで。そうです ね、はい。美味しい夕飯をテイクアウトで楽しみます。いいですね。いいですね、テイクアウト。お家でテイクアウトで美味しい夕飯とかも俺もあ、まあいいです。飽きちゃったの。はい、どうぞ。はい、じゃあこちらもねお便り来てるんで読ませていただきましょう。はい、ともしびさんからのお便りです。いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。新年を迎えて私はお餅とおせち料理の連続で口が飽きたので、つい先ほど焼肉の食べ放題に行ってきました。フルコースだな。皆さんはそのような気持ちになりませんか。なるかな。別にそんなことはない。まあでも分かるよ、そのお餅やおせちであの行き切った胃袋をバネを戻すように逆方向に振り切りたいみたいな、まあ、逆が焼肉かどうかは。焼肉じゃないですよね。僕はあれですね、逆にその正月それこそ豪華な食事でちょっと楽しんだので、今日の朝ごはんとかはその鶏胸肉と納豆と白い米みたいな。あとあれですよね、あの七草がゆとかってそういうことですよね。ああ、そう、あれはだから昔の人の振り切り方、今の七草がゆは焼肉らしいですよ。ともしびさんいますか。さて今年の抱負ですが、そう、あの本日のお便りテーマ、うん、今年の抱負なんですけど、ともしびさんの今年の抱負はコミケに参加することだそうです。昨年末にも行われていましたが、オミクロンが怖くて参加を断念しました。本当の意味で安心して友人たちと様々な同人誌を買い漁りたいですね。また新しいコスプレも作りたいかなということです。まあ一番人集まりますからね。でも年末めちゃめちゃ盛り上がってましたね。ツイッターで見てましたけど。あ、コミケそっか、普通にやったのか、うん、それはやってめちゃくちゃ盛り上がってました。ビッグサイトでやるんですか今って。まだ確かそうですね。あ、そうですか。コミケね、行ってみたいんだよ ね、 一回ね、僕も行ってみたいですねやっぱり。ただなんかさ、うん、夏とか人集まりすぎて上に雲できるっていうじゃないですか。夏コミケの雨っつってちょっと怖いっすよね。確かに、でも逆に行ってみたいよね。だからコミケに行ったことがある人間になりたいかも。
秋元さんお手寄りお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、今年もよろしくお願いします。ラジオネームベンゾーさん、いつもありがとうございます。通所している福祉作業所のカーボンコピーなんですがね、私の目標はダイエットです。ダイエットね、具体的数値で、すごいそんな細かく別に書いてくんなくてもいいですよ。具体的数値で体重75キロ未満 BMI25% を切ること、なんとかして達成したいですね。年取ると痩せられんなって感じてきます。餅は数減りました、確実に、うん、らしいです。なるほどね、 BMI25 か。 BMI っていうのはですね、うん、あの身長の2乗分の体重ですか。暗記してる人いるんですね。僕ねこれ実は仕事からよくこれを出すんですよ。あ、なんかあれかプログラミング系のね。BMI に身長と体重 の、 あの良いバランスを見るやつですね。餅は数減りましたっていうのはちょっと節制したってことなんですか。まあ、あるんじゃないですか。普段3つなのを2つにしたみたいな。餅か。餅って食いました。一応ね2つ食いましたね。ただそれでもうそれ以上は全く食う気がない。僕ねこれ言うと、はい、って言われるんですけど、はい、僕ね餅好きじゃないんですよ。いや僕もです。ああそうですか。実はそう。ああそうですか。僕もなんですよ。いかがどうですかね、僕餅好きじゃないんですよって言うと、そんな人いんのみたいなこと言われること多いんですけど、いるよな。あの僕の周りにも一人吉田 D っていう人が、そうなんだ、思ってる人じゃなかったはずですね。だいぶ近場におんだ。確かにラブリン月岡明松餅嫌い三重師、海苔で巻いたやつあれ何ですか。磯辺焼きだ、はい、あれとかもね意味わかんないんですよ。意味はわかるよ。意味不明なのな。なんかしょっぱくした餅ってあるじゃないですか、はい、あれがダメなんですよね。焼きおにぎりとかはまあ普通。あ、じゃあ餅自体がダメなんだ、うん、味とかじゃなくて焼いた餅もちょっと微妙な。あ、でも僕もなんかちょっと感性は違うかもしれないけど、餅を食べたいと思うタイミングって僕はないんですよ、 あんまり。まあもちろん口に入れたらうまいなって思うけど、その口に運ぶまでの第一歩を踏み出したことがあんまりないというか。焼いた餅に砂糖醤油つけて食ったりするじゃないですか。しますね。あれもなんかね、うん、よくわかんない。あとあれとあとお雑煮にね、うん、あお雑煮餅入れるでしょ。お雑煮、あれもいらないんですよ。お雑煮僕はあんま好きじゃないんですよ実は。ああそうですか。実はなんか嫌なラジオですね、なんかね正月から。別にあの文化自体を否定してるわけじゃないんですけど、あの味としてそんなに好きじゃない。確かにでも俺お雑煮好きなんですよって人はあんま見たことないですけど、まあ一応食うけどみたいな。そうですか。実家にいた頃とかもね、お雑煮が必ず元旦にね出てくるんですけど。出ますね。あ、ちょっとこの話ですけど、遮ってまで。お雑煮って餅入るじゃないですか。はい、あれって焼いた餅ですか、煮た餅ですか。覚えてないですね。焼いた気がしますよ。静岡の実家では。うちどっちも出しますけども、焼いた方の方が多いかな。あ、そうですか。僕も実家で焼いた餅やったんですけど、はい、あれ地域によって違うらしいですね。だから煮た餅の地域と、で僕この前愛知県の人間と喋ったんですけど、はい、分かんない、その子のとこだけかもしらんけど、愛知県は煮たやつだったってその子は言ってたんです。はい、終わり。じゃあちょっと僕の話に戻すと、もう無理ですよこのタイミングで。いやすいませんね、弁蔵さんもね、はい、こんなに膨らまされるとは思わなかったでしょうね。餅だけにね。あ、なるほどね。じゃあ僕読ませていただきます、はい、さっき あの卵焼きの醤油の話が今ので総裁されたんじゃないですか。うるさい。ほっとけほっとけ。あと目玉焼きの話です。はい、ラジオネームはっちゃんさんですね。明けますちゃん、月岡ちゃん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。今年もよろしくお願いします。さてさて、今日のテーマは今年の抱負ですよね、うん、私の今年の抱負はこれ3つ書いてあって、丸1、200万貯める。丸2、痩せる。丸3、感謝を忘れない。だんだん抽象的になっていきますね。いい3つの抱負ですよ、ね。ということらしいです。で、お二人の200万貯める。具体的ですね。電気自動車が欲しいとも書いてありますね。あー、はいはいはい、はい、で、お二人の抱負も聞かせてね、ラブライブばりに東京ドームでコンサートとかって書いてあります。あ、
またラブライブの話ですか。この人は一回僕は差し飲みがしたいですね盛り上がりそうな気がします。すごい、はい、いい抱負ですよ。いいですね。いや実際でも抱負って具体的な数字とかを出した方がいいんですよ。200万貯める、200万貯めるってのは宣言したらもうそこに向かっていくだけですから ね。はっちゃんさん頑張ってくださいぜひお二人の抱負は多分その CM の後に喋らせていただくかと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと笑っちゃった200万貯める急に言うもんいいじゃない。あとはその痩せるっていうね、連蔵さんもでしたっけ。そうです ね一緒に餅は数減りました、確実にって書いてますから ね、痩せる、やっぱでも痩せることを目標にする人って多いと思いますよ実際正月は。でしょうね、やっぱダイエットとかそういうなんか腰の重いものを始めるのにはねうってつけな時期ですから今。しかも正月うまいもん食う人いっぱいいるから、そうダイエットしなきゃ感も増すし体重も増すしね。まあでも僕は楽しい年始でしたよ。僕もですよ、てかこの話逆にまだしないんだって思ったんですけど、はい、僕ら一緒に年越ししたんですよね。そうですね、たまたまですよ。たまたま、いやこれ本当にね水素っていつもたまたまなんですけど、いや僕ね実は違う友達と年越しする予定だったんですよ。あ、その話でその話好きなんですよね。そしたらねその子ね、はい、ぶっ倒れちゃっていやこれ詳細にちょっと面白いから言う、面白くないけど言うと、あのね僕も知ってる方なんですけど、その大晦日に秋松さんに会いに来る予定だったのが本当夕方でしたっけ。大晦日の大晦日の夕方に秋松さんに直で LINE 来てごめん吐血したって言ったらしい。いや、あ、大したことにはなんなかったらしいんですけど。あ、そうですよ。これ大したことにならなかったから笑ってるんですからね、僕らはね。でもそんな言われたらさ、かわいそうに。大丈夫かって。いや本当に。ね、ですからね、はい、でそれで僕は年越しをする相手がいなくなったんですよ、うん、その段階で。そうそうそう、したまあまあしゃあないかと思って、はい、まあ、家帰って一人で年越ししようと思ってたら、なんか LINE が来て ね君たちグループから。そう、僕は僕でその別の友人たちとその行きつけの飲み屋さんに飲んでたんですよ、ここで年越そうと思って、でなんか秋山さん呼んだら来るんじゃないとか言って呼んでね、であれですよね、年越しの30分前ぐらいに来て、そうですそうですそうです。で結局2人でそこで年越しましたね。そうですね、うん、もうその後初詣なんかもね、いやそれは別々に行きましたよ、それは別々に行きましたけど、ね、うん、じゃまあまあまあ楽しかったんじゃないですか、うん、いやだから総じていい年明けでした僕は。そうですね、呪術廻戦も見たしね、すき焼きも食ったしね、すき焼きも食ったしはい、はい、ということで後半では我々の2022年の抱負なんぞをね、まあ、あと振り返りも僕たちはあんまりまだしてないからね。そうですね、じゃあその辺をちょっと我々の話をちょっと後半戦ではしてみようと思うんですけども、よし、さあ呪術廻戦の曲ですよ、はい、あ、来た来た来たもう俺泣いちゃったもん俺この曲聴いて。呪術廻戦の何の曲ですか。あのね、劇場版の呪術廻戦のエンディングテーマなんですけど。おいおいおい、最近の曲だ。もう俺すごいなこれと思って、ほんと、まあ、ちょっと後で喋るわ、ごめんね。わかりました、キングヌーで逆夢お聴きください。なんかまったりしてていいんじゃないですか、こういう感じの回もね。そうですね、まあ、正月っぽくてね。正月っぽいですよ。これ正月ってのは三が日のことを言うんですか。あ、どうなんでしょうね、実際。どうなんでしょうね。もうでも正月気分は抜けてきましたよ、僕は。なんか曖昧にふわーっと終わってる感じありますよね。そう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 、毎週ね。じゃあちょうどこの1月5日ぐらいがその狭間ですよね。そうですね、仕事始めとかはこのあたりですよね。そうそうそう、昨日とかの人が多かったかもね、はいはいはい、もしかしたら、はい、まあ、皆さん今年も強くいきましょうね、頑張ろうね、うん、働くぞ、はい、ということでね、はい、我々の振り返りと抱負もちょっとやっといた方がいいんじゃないの、ね、という話で、自分の話をしないことで有名なこのラジオ今年はちょっとちゃんと ね、パーソナライズしていきましょう。時間を割いてね、この後半のところでね。そうそうそう、ね、10分間ね。じゃあまずまあ振り返りからなのかな、はい、去年のね、去年の振り返りか、まあでもやっぱまず言うこととして、まあ、ちょっと冒頭と被るけどディナーショーですよ。これはやっぱ外せない。あれさ、いい締めだったよね、本当によかった、まあ一応ね、念のため言うと12月26日にあのディナーショーやらせていただいて、ね、満員御礼ということでやらせていただいたんですけれども、あれはでも本当結構準備を頑張ってさ、頑張った ね当日もさ、もうこれ今だから言うけど、会場の5分前ぐらいまでずっとその現地でね、いろいろしたごしらえとかして、本当にあれとかもね、ペンライト、
ペンライトね、はいはいはい、あれも皆さんあれ普通はねやっぱ業者に頼むもんなんだろうけど、うん、あれは我々手で巻いてますからね、そうそうそう、あれね、あの紙をね一枚一枚あれでも綺麗でしたね、すごく綺麗でしたね、みんなでオレンジ色の光とかでね、あの本編最後のカトレアっていう曲で、そのあれアドリブだったんですけど電気を全部消してもらってさ、そのペンライトの光だけに包まれたじゃないですか、僕はあの光景を忘れないでしょうねめちゃくちゃ綺麗だったよ。いやあのペンライトはねそうなんですよ、僕こだわりなんですよ、なんかあれはね、やりたいのなんかあとこだわりといえばね、後ろで流れてた映像は明松さんが作ったやつですからね、あれそうですね、はい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 、まあいろいろね、あんまりノーマルではない感じのライブ演出だったとは思いますけど、そうですね、まあおかげさまでうまくいったんではないでしょうかと、ね、楽しかったな、ありがとうございますね、本当にありがとうございました、本当に、今年もなんかできたらいいね、そうですね、お会いできたらね、またね、そうね、またなんかライブイベントはやりたいっすね、そうですね、いつになるか分かんないですけどねもう本当ね、何を考えてもやっぱりコロナウイルスは大丈夫なんだろうかってなんかこれがね頭の片隅が来ちゃうんですけどね、全て未定の世界ですから、今、まあでもただ今年もなんかやりたいなとは思ってますので、そのくらいの感じです ね、はい、個人的にはどうでした2021年、個人的には、うん、個人的にはどうだろうな、まあでもやっぱ仕事が徐々に増えていって、はい、それこそこのラジオ番組とか、はい、専門学校の講師業とか、あと YouTube1 万人超えたりとか、なんかやっぱりねずっと地味に継続してきたことが徐々に花開き出した1年間だったなっていうのは、真面目な話ですけど思いますね、こう真摯に向き合い続けてきた者たちから振り向いてもらえたなっていう1年間だったかも、はいはいはい、だから継続は力なりを実感できた1年でしたね、本当に、なるほどね、秋元さんは個人的なやつ、なんかね、普通だった気がするつまんねえこと言うなよ、いやなんか本当にそうなんだよな、まあまあ、なんだろうな、まあ、でも逆に良かったんじゃないの、その特筆すべきことがないっていうのはさ、平穏無事ということですから、まあそれかね、なんか慣れてしまっているというか、その僕ねやっぱ言うて月岡さんよくは何歳ぐらい年上なんでしたっけ、5、6個ぐらいですか、ですよね、やっぱねなんかちょっとそういう感じになってきてんだろうな俺っていうのがあるんですよ、怖い怖い、30代怖いな、なんだろうな、そのねやっぱ僕もね25歳とか、そんぐらいの時っておじさんじゃん、なんか急にもっとギラギラしてたなって思うんですよねそんなことを正月に、いや俺ねで去年とか、はい、で今年ももうそうなんですけど、俺相当なんかギラギラが抜けたなと思ったんですよ、ね、あそうですか、なんかなんだろう、まあでもね、はい、言うてしばらくバチバチにやってたんで、はいはいはい、まあ、そろそろちょっと揺り戻しというか、はい、まあそのなんていうかバチバチにやって疲れ果てた分の揺り戻しが今ぐらいに来てんのかなという、まあクオーターなんとかってあるんだよな、なんか20代後半から30代ぐらいで一回疲れるんですって人間って、あそうなんだ、なんかそれが今来てんだろうな俺多分という、去年もなんかそれが始まってたような気はするんだよねあまあ本当年代的なもんかもしれないですよね、30前半のね秋松さんで、まあ、20代後半とか俺正直めちゃめちゃ大変だったんですよいろいろと、まあ、なのでまあ確かにそろそろちょっとゆっくりしてもいいのかもしらんなぐらいの感覚はありますけどね、あそうですか、まあゆっくり休んで暮らせそれは、僕はめちゃくちゃギラギラしてますけどね今、あまあねやっぱりそれも年代的な話かもしれないですけど、ね、20今年7になりますけど、僕は一番今までの人生で一番ギラギラ始まったかも今年は、もう目標も書いて家の壁に貼ってめちゃめちゃ自分を管理してやってます最近は、まあやっぱ高校の年齢差ってのはそういう風に出るんでしょうかねやっぱり ね、いやこの熱量の差が水素に悪影響を及ぼさないようにだけ頑張りましょうお互いに、まあただなんていうかギラギラが抜けるってことはもともとギラギラしてたってことなんで、はい、まあそこは頑張ったんじゃない自分とは言おうとは思いますけどね、そうですねなんかこれ振り返りのラジオなの今日は人生の、うん、いやでもねやっぱり2022年始まった時の精神状況って多分そういうものに影響されるじゃないですか、なるほど、ね、やっぱりだから今年は本当になんかよっしゃ今年もやったるでみたいなのが全然ないの、じゃあ本当真逆だ今年の始まり方は、僕やったるぜしかないもん今、あもうなんかスッと落ち着いちゃって
った感じ、まあそれがねいいでも悪いでもないですから、それはもう事実としてそうというだけ。だからなんか違和感はあるよね。あ、そうなんだ。いや俺も相当ギラギラしてたからさ、二十歳になってからぐらい、はいはい、まあそれこそ今の僕ぐらいのね、だからあやっぱでも人間って変わんのねっていう。へえ、そうなんだ。静かに暮らしたいですね。隠居したいってこと。静か、2022年の目標は静かに暮らす。すごー、まあ人それぞれですからそこはね。生村さんはちなみにどんな1年にしたいですか。今年ですね、まあ、去年が12月に入ってから結構ねトラブルが結構多かった年だったんですね、でその中の一つに体調的なものがあったので、あの体力作りを改めて頑張ろうかなと。あの筋トレとかは結構やっていたんですけども、でもあの気が向いた時にしかやっていなくて、この日のこの日、まあ、この時間は絶対やるっていうのを特に決めてなかったのをしっかりと計算してやっていこうかなと思いました。なんか割と僕と近い方法を垂れてますね。そうすると、いや僕も実は去年、筋トレが、まあ、ずっと趣味でやってたんですけど、そうだね、実はその去年僕筋トレあんま振るわなかったなっていう。そうですか。なんか前半結構頑張ってた感があったような気がしましたけど。そう、前半は頑張ってたんですけど、なんかやっぱ後半ぐらいで確実に僕ちょっとモチベ下がってるなっていう数ヶ月があって、その時期数字も全然伸びなくて、なんか本当に良くなかったんですよ去年の後半は。で今年はだからもう全てを記録して、もう完全に数字で客観的に自分コントロールしようと思って。それ大事ですよね。そうで毎朝体組織系に乗って食べたものも全部記録してるんですよ。そこまで記録してますか。筋トレやった日にどんなメニューを何キロで何レップ何回やったかも全部記録して。そこまでもう僕結構その性格上ガチガチに自分を管理した方がうまくやれるタイプなんですよ、はい、僕やれって筋トレのメニューと体重の増減ぐらいですかね。うん、だからさっきの秋松さんもあれですけど、だから個人差がねやっぱね、はい、目標の立て方にもやっぱ個人差出ますね。そう、僕は割と綿密にガチガチなんですね。いやガチガチが好きなんです、ね、僕はね。秋松さん多分逆っすもんね。ガチガチにしたくないでしょ。なんかなんかで縛られてるの嫌ですよね。ああやっぱそうなんだ。僕結構自分で自分を縛るのは好き。いやこの辺だから性格真逆で面白いですよね水素はね。そうですね、もう静かに暮らしたいとか言い出しちゃったからね。そうそうそう。声のトーンも下がってきてるし。いやでも本当そうなんですよ。でもなんか今年やりたいこととかないんですか。一個ぐらいさこれやってみたいな。なんだろうな。ないんだ。僕いやそうなん、本当こんな感じなの。そうなんだ。僕ね今年ねあのショート動画、YouTube とか TikTok とかあとインスタのリールとかで代表されるあのショート動画の世界にちょっとね足を踏み入れようと思ってて。まあ流行ってますもんね。そうそうそう。でも時代が完全に傾いてきてるので縦長ショート動画ね。あれにちょっと行こうと思って。実はですねあの今日第一本目が公開されるんですよ。ああそうなんだ。そうそうそう。だから僕はもう早速新しいチャレンジを始めます。今年は頑張るぞ。あもうあれだもん。そういうのが出てこないのよ。あそうなんだ。もうなんか大丈夫リスナーさん楽しいこのラジオ大丈夫。大丈夫みんな聞いてる。まだいやでも嘘ついても仕方ないですからね。そうですね。こんなのね。すごいな。自分で今日は今年の抱負を言いましょうって言っておいて、いや俺なんもないんですよつってどんでん返しレイディを。まあでもさ、多分ゆっくり休むっていう抱負なんじゃない。まあそうですよ、別にそうそうそれがねその抱負に何だろう書くなんてないですから。 その人が思ったことが抱負であり、まああとやっぱりその結構ねその5年間とかで溜まってきたいろんな疲れとかってあるじゃないですか、はい、意外とね人間ねできないんだと思うんですよ。ちゃんと休むってそうあのね僕さっき聞きながら思ったんですけど、あのゆっくりするって難しいですからね。難しいです。めちゃくちゃ難しい。これはちょっと深い話ですけどゆっくりするのは難しいですよ。まあ当然周りもさせてくれないし、あと仮に周りがどうでもいいってなってもなかなか難しいんですよ、だって働かないと飯は食えないわけですから人間って。そう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 。ゆっくりをどれくらいできるかっていうのは正直その人の才能とセンスもあるし、まあいろいろリセットしたいよね。だからね。明松さんがやべ今どこも見てないですよ。明松さんの目がうつろになってる。このラジオが続きますように。いやあのね、今まだ51分だから喋る時間あると思うんですけど、
やっぱりそのなんていうのかな、性格上というか、はい、僕今までなんか自分が作ったものを世の中に放つみたいな機会の方が多かったんです、うん、ずっと、はい、すっごい疲れんのよそれって。そうですね、ずっごい疲れんの。それはわかります。 でもなんかそれがなんかちょっと正義なんじゃないかと思ってた節があって、あ、ね、もうまあやっぱ大変だしうまくいかないこともあるし、もう敵もいっぱいできるんですよ、うん、あ、そうですね、敵もいっぱいできるんで、それででもやっぱ俺はこれやり続けなきゃいけないんだってずっと思っていたようなところがあったんですが、それこそね、だから僕その人が作ったものを純粋に楽しむみたいなことしてこなかったんですよ。ずっとサザンぐらい、それこそ。でもサザンも音楽やからなんか勉強しちゃうんだよ、なんかいろいろ分析してしまうみたいなところがあったりとかで、俺はまさにだから元旦にたまたま呪術廻戦を見出して、うん、もう何日も何日もそればっかり熱中して見るみたいなことをやった時に、はいはいはい、たまにはこんなも悪くねえなと思ったんですよね、うん、じゃそういう年になるのかな、うん、まあご自身で決めて頑張ってください。なんか消費者として人生を楽しむというかいやまあいいと思いますよ全然、それはもう人それぞれだからさ。そうですね、うん、ちょっとじゃあエンディングテーマも流しましょうか。そろそろ、すいませんね、ベラベラ喋っちゃったねあ、じゃあエンディングでお願いします。飲み屋の明松さんじゃないですか、ちょっといやなんかいいんじゃないこのくらい素で深夜1時半の明松さんだよこれはなるほどね、はい、ということでございまして、あれですよ、ていうか水素としての抱負とかをさ全く言ってないですね。あ、でもこれに関してはもう先打ちで僕言っちゃうと、うん、あの水素、うん、あの今年ちゃんと話すのこれが初めてなんで。あ、そうです、ね、そうだから別に今年その水素でこれやりたいねみたいな話してないですよね、まだね。そうですね、うん、何人をやるんでしょうね秋山さん起きてる今日大丈夫なんか20分前から寝てますアルバムとか1個ぐらい作りたいですけどね。まあもちろんその何もしないっていうのは嫌なんでね、何かをやりたい、まあお互いのその生活も鑑みつつね、いいバランスで水素ができたらと思いますし、まあ、あとラジオはマジで楽しいの で、今年もやっぱ大晦日を迎えたいですね。年越しをね、ラジオを持ったまま無事にね、無事にねあとこれはね、そのもう願いというか祈りなんですけど、うん、やっぱね一回ラジオイベント、あ、それはやりたいですよね。やりてー、うん、公開収録とか、うん、なんかどっか箱借りてラジオ兼ちょっと弾き語りもいっぱいあるよみたいなほっこりイベントとか。そうです、ね、やりてー。この前のディナーショーはラジオとは別に直接絡んでるわけではなかったですからね。ラジオ主体のもうおしゃべりメインのイベントをね、僕はもうずっとやりたいんですよ。あー、やりたいですね。そうだからちょっと今年は個人的にはちょっとそれやりたいかな、水素で、うん、ラジオ系のイベント。まあやるでしょう多分、うんまあ、コロナ次第とかいろいろ次第ではありますけど。いや本当にだから平和な世の中になってほしい ね、 本当にね。やりたい気持ちはもうバンバンありますから、マジで。まあいろいろやるでしょうというね、うん、いや今年もどうせね盛りだくさんになるんですよ。そうですね、そうそうそう、まあ楽しみ、あのなんていうか引き続きフォローしてくださいね皆さん。どうかね、本当にね。なんかやっぱその僕もね、ものづくりは長いことやってきたんですけど、やっぱスタンスとしてその飽きるまでここにいてねっていうスタンスが僕は割となんか一個正しいのかと思ってて、その発信する側はもうコンスタントにものを発信し続けるから、まあ飽きるまでずっと見ててねっていう、はいはいはい、うん、僕はそのスタンスでずっとやっていて今年も多分そこで行くのかな、はい、うん、僕はものを放つからみんなよかったら見てってね、好きなだけっていう。まあ、ショートとかもそれでいきますわ。そうですね、まあまあ平和に暮らしましょう、とりあえず皆さん、じゃあ来週のテーマを発表しましょうか。はい、そしたらじゃあ来週のテーマは、久々のトークテーマ大募集、水素に喋らせたいこと送ってくれの回です。浮き見な明松さんですね。なんかあのあれやったじゃない昔トークテーマルーレット拡大版とかっつって、 はいはいはい、あれですよ、あれ秋にやったやつか、あれの第2弾です。あれ楽しかったからね、実際なんかさ、あれちょっと盛り上がるんで、あれよかった、あれよかった水素でね、トークテーマを送ってくれと。そうです、そうです、はい、あのこれについて喋ってほしいみたいな、はい、例えば何でしょうね、好きな食べ物はみたいな、こんなたわいのないものから合コン、何でしょう、もう分かんないけど好きな食べ物はとか、はい、好きなテレビ番組はとか、たわいのないものから、はい、哲学的なものから何でもいいですよ。何でもいいですよ、来ましたら我々が頑張って喋りますから。それ NG ねえから俺たち。そうですね、番組的な NG はあるかもしれないので全部採用するとは限らない
らないですが、はい、大体採用されると思いますので、大体採用されます。皆さんぜひとも我々に喋らせたいことを、はい、お送りいただければなと思っております。はい、まあ、これはずっと言ってることなんですけど、はい、事前に送ってください。お願いします。本当頼むよマジで。めちゃめちゃ内部事情ですけどね、お便りが番組中に来るとディレクターの生村 D が結構大変なんですよ、生放送はね。リクエスト大会とかやるともう後半ね生村 D 汗だくになってる。だから皆さんぜひ生村さんを助ける気持ちで5時前、まあ、できれば4時台とかに送っていただけると嬉しいね。って言ってんだけどな毎回。なぜか始まってからごっそ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 。それは、ね、人は思い通りにはなんですからそりゃ、ね。まあでも生村さんがちょっと大変なの で、できればねできるだけ5時日をこういただけると嬉しいなというところですわ。はい、今回もあれですか、時間計ってやるんですかね。1分ぐらいで時間、なんか前やったじゃないですか、1分ぐらいで落ち着けるみたいな。あれは別、それやるんすか今回。あれ別か、それはもう全く別の。あごめんなさい勘違いしました。あよかったよかった、じゃあ普通にやりましょう。送ってくれるんですよね、ね。そうですね。なんだろうな、はい、あと生村さんに喋ってほしいこととか。今年の水素のイブニングスマイルは、はい、もうちょっとこう生村 D に触れたいなという、そうですね、すごいいいキャラなんですよ生村 D って、ね、皆さん僕らより知ってると思いますけど、はいはい、生村 D ってマジでいいキャラなんで、ちょっと今年はどんどん生村 D を出したい。生村 D コーナーがあってもいいかもしれないですね。そうですね、あれそれやりたいな。生村 D のことどれだけ知ってるかクイズとかやりたいですね。はい、まあ、ということで、ね、はい、お時間が来てしまいましたが、はい、来週もまたよろしくお願いしますということで、はいはい、ということでね、水素のイブニングスマイルではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。来週のお便りテーマは久々のトークテーマ大募集、水素に喋らせたいことを送ってくれ。はい、ということで皆様から水素に喋らせたいトークテーマを募集します。はい、どんなテーマでもいいので、メールないしファックスないしツイッターへの投稿でお送りください。ファックス番号は 0223-22-6316、 ファックス番号は 0223-22-6316、 メールアドレスは smile@fm779.com、 メールアドレスは smile@fm779.com、 どしどしお送りください。それでは皆さん、来週もまた聞いてってよ。間に合った。